はい、この発表はですね、えー、背景としましては、えー、去年、実はオンライン目録、オンライン授業における目録検索システム構築演習っていうのをやりまして、その続編ということになります。ですので、えー、っと昨年度の発表をご覧になりたいという方は、あのこの、えー、URL、えーの、YouTube の動画も上がってますので、えー、リンクをたどっていただければと思います。あちなみにににこのスライドはすでにスラックに えー、掲載しています。ワンドライブなので、スマホの、えー、ブラウザーでも見れるはずです。はい。じゃあ、えー、それで、えー、じゃあ、本題というか、アウトラインですが、まあ気象点結というふうにしてみました。はい。えー、ここでも、目をも読み上げる時間はないと思うので、さっさと行きますで。背景としては、まあ、あの、もう、今日もいろいろ利用、活用事例とか上がってたと思うんですが、外部サービス。 私クラウドっていう呼び方をあえて使っていませんが、まあ、クラウドサービスとか外部サービスっていうのは、まあ、オンプレミス、要するに自分の組織で何か、えー、設備買って整備するとか、そういうのよりも楽で便利ですよねっていうので、まあ、現在よく活用されてるんですが、まあ、その一方で,です、ね、ある日突然、その機能が変わったり、利用条件とか規約が変わったりすることが多くて、要注意だよねっていうのは、た、まあ、多分参加者の皆さんあの、かなり身に染みてるんじゃないかと思います。 で、まあ、あの有料化が起きたりとか、はいえー、データ容量上限の設定低下、アカウント取得条件の厳格化とか、機能変更、サービス資料、えー、と、セトラと。で、まあ、あのー、そういう影響を受けて、どうやったかという一事例の紹介というのが本日の発表の、えー、趣旨になります。で、まあ、あの、これは、あのキーはあの昨年度の発表そのまんまです。要するに、えー、 我々のこの授業では、あの受講者全員にですね、OPAC、目録検索システムの簡易的なものを必ず作れよと、ウェブで検索できるやつ作りなさいよと、データは1万件ぐらい与えて、まあ、やらせるっていうことをやってました。で、まあ、通常ですと大学にある設備、あの計算機の端末室っていうのがあるので、そこでやらせてたんですが、オンライン授業家で、 いわゆるクラウドサービスですね。Google コラボラトリーっていう Python のプログラムを開発できる環境って、ブラウザさえあればいけるっていうのがあったので、それを使って、まあ、それとデータの保存には Google Drive。それから N-Glock っていうサービスがちょうどあったので、うまくなんとかやりましたっていうね。まあ、この内容について詳しく知りたい方は、去年のスライドと動画をご覧ください。で、えー 2020年度、そうやってなんとかやって、21年度もまあ平穏に、えー、できました。で、まあ、Google はもともと巨大なサービスなんで、変動があるとしてもなんとかなるだろうと、えー、想定してたんですが、N-Glock ていうサービス、多分これを知ってる方っていうのは、この参加者の中でもまあ少ないんじゃないかと。まあ、私の去年の発表を聞いて初めて知ったという方もいらっしゃったんじゃないかと思いますが、えー、これかなり特化した、要するにネットワークの通信を ナットの内側のサーバーでもできるようにするよみたいなサービスなんですが、えー、これ本当にいつまでもつんだろうかとかいうのは予想できなかったので、去年はドキドキで春先にチェックしたら無事利用できたんで、平穏無事に行って、えー、昨年度発表しましたとで。ところが秋学期になってですね、えー グーグルコラボラトリーなんですけど、グ、えーグルワークスペースフォーエデュケーション、私の担当している知識情報と時間が来るでもこれ、えー、契約してて、無料で使えるんだけれども、で学生で全員にアカウントを発行してるんですが、それではなんかデフォルトでグーグルコラボラトリー使えなくなるらしいよっていう警告が出たっていうのを同僚に教えてもらって、えー、慌てて管理者権限で許可を出してインストールして無事切り抜けたとかいう経緯があって、うーん、グーグルでもこういうことが起きるのかと。 というのがまあ序章でして、問題はえこれです。はい。で、今年の春、えー、また授業をやろうというふうにやると、なんと、プログラムで実行手順その通りではエラーになってしまう。で、まあ、原因としては N ブロックの利用にオーストークンっていって、要するにユーザー登録、サインアップをしておいて、 えーまあ、パスワードじゃないんですけど、要するにそのサービスを使うための、えー、トークン、文字列、えー、暗号文字列みたいなものですね、それを取得して、それを登録しないと使えないっていう状況になったんですね。で、まあ、実,実はこれ、2021年12月から、えー、そういうふうにいつの間にか変更はされた。で対策としては、まあ、あのこれは去年のスライド見ないと分からない。 ですけども、えー、PyNGlock という Python 用のライブラリを追加インストールして、NGlock コマンドでオーストークンで、ここにその長い文字列を指定するんですが、それをやってやると同じく実行できることは分かったんですが、問題は、えー、実は160人以上いる実行者全員に、その NGlock の利用規約をちゃんと読ませて承諾させる、できるんかいとで。しかも必、これ必修科目なんで、 えー、受講しないと卒業できないっていうものです。これ、さすがに非現実的だろうというので、はい、あの、まあ、私、関西人なんで、もうで,でが、えー、しゃあないので自前で開発するかと。で、まあ、あの目標としては、まあ、ともかく全世界にサービスするようなもんじゃないんで、まあ、受講者、えー、ぐらいで使えればいいから、まあ、サーバー1台ぐらいでなんとかなるだろうという、もうそれで、これで見積もりを立てたと。で、あとは開発コストは、 私はあのソフトウェアの世界だと人月っていう単位、人の月って書いて人月っていうのがよく出るんですけど、私が自分自身でどのぐらいで開発するか、まあ、実質1、坂口、人週程度。私が1週間没頭すればできる程度ならなんとかなるだろうと。でまあ、結果としてはあの約1か月かかってますあの。他の業務ももちろんあります。で開発関係のツイート、えー、ぼやきっていうのは、えー、実はスレッドにしておいて、えー こういう面白いツイノートっていうので、そのスレッドをまとめてくれるというのがあるので、あの興味がある人はご覧ください。まあ、これ見てもよく分かんないと思いますけど。はい、で、やっぱり重要参考資料として、えー、っと、その N-Glock を Google コラボラトリーの中ので使うっていう、このライブラリー。 がこれちゃんとこの GitHub で公開されてましたので、そこでソースコードが見れて、ああ、なるほど、こうやったのねっていうのがあって、これがなかったら、ちょっと開発する気にはなれなかったかなっていうところだと思います。さて、時間がどんどんさ。で、どこを開発したのかっていうんで、ああのこの図はあの授業で説明に使っているもので、みんなこ,うここを作るんだよっていう話ですね。で、自分たちでえウェブブラウザを使って、コラボで開発して、 えー、他の人の PC からでもアクセスできる検索システムを作るんだよで、ここに Web 中継サービス、N-Glock っていうのを書いるので、この部分と、プラスここの Python で使うライブラリが必要であるということですね。はい。で、えーまあ、構成リスト、こんな感じで、ともかく、えー、低コストでやるんで、専用のゲートウェイソフト、例えば TCPIP の通信をするようなプログラミングはしないという。 徹底したものでやって、アパッチ HTTP でいう、えー、よくある Web、えー、サーバーのリバースプロクシ機能、それから、えー、中継するために SSH の機構、ポート転送、や逆転送 -R という普段普通には使わないものを使う。これに気づいたのもミソでした。まあまあ、DNS に関しては、まあ、いろんなドメイン名、覚醒タップジが使うドメイン名全部バラバラにしてやらなきゃいけないので、まあ、ちょっと使いましたよという話ですね。で えー、あとは、その、えー、ポート番号とか URL を生成するんで、それの、えー、管理をするプログラムであるとか、インストールする、コラボにインストールするライブラリを開発しましたよっていうところです。で、どんな機構、まあ、これは多分一番重要な話なんで、えーはいえー、どういうふうなものを作ったかっていうと、えー、これはまあフラスクをもフラスクというウェブアプリケーションフレームワークで、まあ、学生諸君はここのプログラムを書くわけです。で、これが、 Google コラボラトリーのサーバーって、実は NAT の裏側にあるインターネットからアクセスでき、即にはアクセスできないようなサーバー上でプログラムが動いています。ので、ここにどうつなぐかなんですが、この私が提供するライブラリー、まあ変な名前つけてますけども、そいつを使うと SSH のクライアントを起動した -R オプションで起動します。で そのコネクション自身は私が準備したゲートウェイサーバーに SSH のコネクションを貼るんですけど、その時に、-r でポート転送通信というのを逆向きにやってくれるという仕組みになってるんですね。で、フラスクのローカルサーバーというのはローカルホストの5000番と言ってるから、このポート転送で来たやつをこの5000番に持っていくと。で、それ元はその時に自動生成した URL というのがあって、ウェブブラウザーでそれを指定すると、アパッチのリバースプロクシーでもって、 えー、この SSH サーバーの -r で確保した、えー、1万番台の、えー、ボートに通信がつながって、こう行って、こう行くっていうふうにして、無事、ここのプログラムに対してウェブブラウザーからアクセスできるっていう、えー、仕組みを実現しましたっていう話です。なので、見れば分かるんですが、ここのライブラリー以外はほとんどもう既存のものを全部組み合わせるだけみたいな構成ですね。で、まあ、この辺はどういうふうにやったかっていうと、まあ、1万番準備しましたよっていうような話。 とかどうやって管理したかっていう話を、えー、入れました。はい、あと5分。はい。えー、で、まあ、あのー、詳しい話は省略。で、なんで1万件かっていうと、まあ、200人ぐらいを想定して、まあ、このぐらいの見積もりだったらいけるかなっていう計算です。はい。えー、当初、実は30万件とかいうふうに考えたんですけど、さすがにアパ h チ HTTP では起動しなかったというのがあります。 で、サーバーの設定もしているんで、まあ、フリー BSD 使ってるっていうのは、完全に私の趣味というか、私は慣れてる。20年以上使ってますから、はい、慣れてるからっていうところです。で、まあ、あとは SSH で外部からログインさせる格好になるので、まあ、いろいろ工夫しましたというところですかね。で、リバースプロクシー設定は、あらかじめ1万件分設定して、アパッチ HTTP に仕込むということをやってます。これが30万件ではアパッチが動かなかったということですね。 で一方、コラボにインストールする中身としては、SSH で、まあ、公開鍵認証でつながなきゃいけないんで、秘密鍵を仕込まなきゃいけない。これ、秘密鍵を配るという、えー、あ,ある意味、えー、やってはいけないようなことをやってます。でなんで、まあ、流出される可能性。まあ、学生は悪意はなくてもどっかに置いちゃうとかいうのもあるでしょうから、サーバー側でともかく機能制限をしました。でインストーラー、えー、こうシェルスクリプトのインストーラーを準備しまして、まあ、それで、 入れるときに、やっぱ問題はバグが出たときに学生と惑わないように迅速にアップデートしなきゃいけない。そうすると、このインストールスクリプトそのものにプログラムを入れるんじゃなくて、その場で取得するようにして、最新版を取得して実行させるのはいいだろうと。まあでも、まあ幸いバージョンアップの必要は起きなかったんですが、で中身としては、まあライブラリーが、えー、まあ、ぜひイニットパイだけ作ったっていう、すごい。 ええやつない。まあ、Python のライブラリを作るって慣れてないんで、まあ、あの、そういう、えー、横島なやり方をしましたよとかいうのをいろいろやったというところです。はい。で、えー、まあ、どんなふうにできたかっていうのをちょっとお見せすると、よいしょ。えー、これはコラボのやつで、えー、まあ、まずその、えー、Google ドライブ上に、えー、ファイルを置いてるのを、えー、取らなきゃいけないんで、 あすみません。ちょっと画面を大きくしていただけるとありがたいです。文字をはい、はいえー。ちょっと待ってね <laughs>、えー。で、許可を出すと。はい。あこれは。このぐらいでいいですかね。はい。で、はいまあ、Google ドライブをマウントして、実はそこに、えー、この CJ1。 えー、インストールっていうのをすで、えー、に、えー、学各学生はコピーしてるという前提で、まあ、あのフラスクはちょっと古いバージョンじゃないとやっぱり動かない仕組みなんで、まあ、それをインストールするとそれから、えーまあ、こういう感じで、えー、インストールできましたっていうふうになると、まあ、これはあの学生に配っている最も、えー、シンプルなサンプルで まあこの辺に c j 1 g w、GW、ランアップとかいうのがあって、これで動くと、えー、これがフラスクが準備してるんけど、それに対してゲートウェイしてるこういうドメイン名、えー、URL があるね。これをアクセスすれば、はい。まあ、これ現在日時出すだけなんで、リロードすると何個でもこう更新されると。時刻はどこやねんっていうのはあまり突っ込まないように。で、アクセスログもローカルホストから来てるって感じでしか出てません。まあ、こんな感じになります。 で、えー、っと、で、もう大体時間が、えー、あと1分ちょいだと思うんで、えー、サンプルコードは、あのまあ、これ、文字小さいですけど、後で見てくださいって感じですね。えー、いろいろ置いておきました。あれ、まあ、芯が古いので反応がとろい。 一部スニップとか言って消してます。この中にはあの、いわゆる秘密鍵が入ってたりするわけなんで、えー、というものになってますので、えー見てまあ後で興味がある人は見ていただければと思います。まあ、予定ょっとやってますけど、はいあ、もう起きました。はい、で、えーまあ、終わりに入ると、まあ、あの無事なんとかできました。まあ、あの既存のものを使いまくったとっいうのは、やっぱり成功の要因かなと思います。 でもまあ、あとコラボの有料契約最近変わったよねとか、Google ドライブもファイルの扱い、えー、なんだっけ、えー、シンボリックリンクがなんかに変わっちゃったんだな、一部。で、Google Works for Education もなんか上限ができたとか、まあいろいろあるけど、いつ何が起きるかちょっとまだ戦々恐々かなとは思ってます。で、えー、であそこですが、今回発表まとめようとして、まあ、プログラムは1週間経つ赤の谷で私はいつも言ってることですよね。<laughs> あのそのものでした。はい。 えー、というわけで、まあ、ただこの開発には、やっぱり N-Glock というサービスとファ、えー、フラスク N-Glock というのはなかったらできなかったので、まあ、これに対してはものすごく感謝の念が絶えないというところで、えー、話を終わらにします。はい。えー、ちょっとどちらかという発表ですいません。はい、以上です。はい、ありがとうございました。<laughs> はいえー、とそれではあの質疑応答に移りたいと思います。質疑応答、えーと、挙手並びに、えー、とスラック側の,あのスラックのチャットで、えー、とお願いいたします、うんえーと。何たかいかがでしょうか。えーとうん 特にまだ手が上がってないようなので、ちょっと座長から、すごく簡単な質問であるんですけど、これあの、えー、SSH の,あのこれ通信っていうのは結構安定してましたかはいあ、問題ないですよ。ああ、全く。問題ないうちの一つは、うん、うめんどくさいので、こっちでお見せしますが、えー、実はあの秘密管理以外に、あの ちょっと上に行っちゃったな。コンフィグでこういうのを仕込みまして、サーバーライブインターバルで。あうん、あのナットえとかそういうのがあって、セッション切れが怖い、タイムアウト切れが怖かったんで、まあ、こういうのも入れてるので、まあ、問題なかったかなってところですね。はい。あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ逆に言うと、自作してたらどうなってたかってところですよ、そこを、うんうん。やっぱ、定評のあるものを使が使えるんならそれを使う方がみんな使ってるから、 枯れてていいと、うんはい、はい、はいいととははありががううございますいかかでしょうかなんか、えー、菊川さんから1坂口人種って何人月なんだろうっていう質問が出てる、疑問が出てるんですが、<laughs> スラックで。えー、っと、これあの、人月っていう単位をある意味、やゆで私は言ってますあの。1人月って言っても人によって全然違うだろうと。要はソフトウェア開発のスキルの違いとかあるから。 なんでこういう名詞を入れることによって私だったらできるけど他の人だったらどうなるんでしょうねっていうある種のアンチテーゼ的に使全世紀から使ってる単位です。<laughs> 坂口忍日とかね。はい。です。はい。<laughs> はい、えっ、ー、と、他いかがでしょうかえっ、ー、と。うん あ,あ、ちょっと今までの発表とは随分経路が違ったんで、戸惑っている方も多いんじゃないかと思いますが。<laughs> はい、はい。どうでしょう。えっと、あ、じゃあ、えっと、どうしようかな。あ、じゃあ、もう一件いいですか、は,はい。どうぞ。えっと、こういう、まあ、あの、まあ、えっと、なんていうかな。 こうい図書館関係のこういう、まあ、うんとこれまあ実習と言ったらいいのか、まあ、これ演習科目。演、うんはい、習科目ってまあ結構で、今、外部のサービスを使うあのこともまあなかあの結構増えてるんじゃないかなと思ってるんですけれども、はい、あ他で、それあの別につくあの、例えばその筑波大学だけじゃなくて、他の学校あのなんかも,でも結構そういうあの実習で外部のサービスを使うみたいなことが、まあ、 増えてるのかなとあのちょっと想像してるんですけど、そういうあの、まあ,あの、その時に、なんかその、えっ、ー、と、図書館のそういう事業関係の、まあ、教員同士での、なんかそういうやり取りっていうのは、何か、あの、すでに、なんかそういう、なんかつながりとか、そういったものはあるんでしょうか。うん、ちょっとすいません。私はこういうソフトウェア開発系の方ばっかりなんで、うんえー、た例えば、まあ、実はこの同じ授業の枠で半分は、 えー、メタデータ作り、まあ、昔ながらの目録作成の演習みたいなのをやってて、それも今、うん、昔は、まあ、我々の時代だと紙のカードに書いてたんですが、まあ、電子的に、えー、やるっていうんで、えー、実はある演習用のソフトをライセンスで買ってたんですが、オンライン化で学生各自が自宅から使うわけにいかないっていうふうになって、うん、えっとウェブブラウザベースで使える演習のやつを、まあ、あのどこに依頼したんだっけ、あれ。 n i f i だったかどうだったかちょっと忘れたんですが、お願いしてまあ使わせてもらう、いわゆる演習用の資料とかね、演習用のサービスっていうのがあるそうなんで、そういうのは使わせてもらったりとかしてるそうです。はい、あ,ありがとうございます。<laughs> この件に限らず、そのまあ、図書館の市の、まあ、書課程担当の事業の,あの担当され,るされている方は、ちょっといろいろ多分参考になりそう、あるいは興味,はあの興味があるんじゃないかなと思って、ただ、そういうサービス使うのはいいけども、うん、毎年ちゃんと確認しないとまずいよねっていうのが <laughs> 教訓ですね、はいえー、結構そこにやっぱりすごく時間がかかる、はい、あるいはもう事業。 授業始め、使えなくなるっていうのも困るけども、使い勝手が変わるっていうのは資料作り直しになるんで、うん、結構きついもんがあります。はいはい。はい、あ、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとう。